前回のあらすじ。ちょ置いてかないでくれごめんあ、何度も言ってる。あ、ね、ちょ、ビクゾーさんに赤コーナーがいい。ちょ、当たってない、当たってない。危ない。ちょ、2位来た、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 来た。あちぃ、あちぃけど、あちぃけど、ちょっと待って、3位か4位ぐらいはいける。3位か4位ぐらい。あー、まあ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 。ビクゾーさん俺、やっと追いついたよ、ビクゾーさん。はい、マリオカート実況者かけるポケモン実況者フレーゼン、かっこ未だに大会名覚えてないけど、そんな感じの大会名だった気がする3グランプリ目やってくんですけど、まあ、下、この動画の説明文に、まあこれより前のレース貼っとくんで、ぜひ見てほしいんですが、まあ1グランプリ目がマイナス5、点数的に言うと、マイナス5点。で、2グランプリ目が、まあ0点ぐらいですかね。まあなんでこの3グランプリ目でプラス5ぐらいの点数を叩き出すことができれば実質0になると。まあビクゾーさんがね、まあ僕のチームメイトのビクゾー先生なんですけど、2連続でね、1位取ってらっしゃるんですよね。で、完全にちょっとお荷物になってるんで、まあまあまあ、てかもういらないんじゃないかな。ビクゾーさんがさ、2連で1位取ってくれてるおかげでさ、まあ1位なんですよ、今合計得点。まあだから、むしろ甘えていいんじゃない？ほら、今もなんかね、1位ぐらい走ってるしね。えげちいよ。えげつねえな。でね、まあ3グランプリ目に突入してるんで、まあ、僕も結構疲れてきてはいるんですけど、まあレースとレースの合間に、まあちょっと休憩があるんだよね。で、その間にぼーっとしてたら、まあ、ちょっと写真撮ってるんですけど、僕の膝に、まあ、僕猫飼ってるんですけど、猫が飼ってきて、あ、猫が飼ってきてじゃない、猫が乗ってきて、なんかね、まあ、どかそうにもどかせない状況になって、まあ、今一緒に走ってると。チンファするか。チンパンファイヤー。当たれ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 当たっていく斜めに投げた方が当たりやすい。おいちょ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 まあ、未だに一回も1位取ってないっていう。てか、まあ、僕も1位取ってないんですけど、ポケモン実況者として参加してる人、誰も1位取ってないよな。結局そういうことなんですよ。マリオカートばっかやってるやつには勝てないと。ここで、まあ、ラスト1周か。なんか1人さ、なんか、あれちょ、12位の人なんか回線落ちてなかった。誰かわかんないけど。で、めちゃくちゃだって差ついてるもん。あれ誰あれ。クッパのパチモンみたいなの使ってる人。ちょっと待って待って待って。ただ、まあ、その後ろ見てても始まんない。8位。あゆみさんと別の方行こう。まあ、あゆみさんなんか僕のこと多分恨んでるんで、必要に攻撃してくるんで、あえて別ルート行きます。で、7位か。まあ、これ、甲羅投げ、ちょ、甲羅全部投げてアイテム2個取って、OK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 、順位1個上げていく。5位ぐらいまでいける。トゲゾーに当たらないようにして、いや、待って、これ甲羅いらんって。ここの、ペリカン当たれ。ここの甲羅いらんくない？ここ、キノコ欲しかった場面だよな。ああああ、てか、ビクゾー先生やばくない？ビクゾー先生なんかあれなんですけど、10位なんだけど。あ、やばい！今まで調子良かったビクゾーさんの調子がついに崩壊してる。いや、このグランプリは俺が頑張るしかない。俺がビクゾーさんを救う番だ。ビクゾーさんさっきさ、僕より順位低かったけど、攻めれねえよ。だって今まで散々ね、僕の低かった順位を持ち上げてもらってるからさ、文句なんて言えねえよ。おんぶに抱っこにここまで生きてきた。チンコ舐めろって言われても、拒否できないっすね。僕は。だから、頑張りましょう。一緒に。一緒に頑張ろう。だから、まあ、得点的にはちょっときついんで、ビクゾーさんが勝ててるときに、まあ、僕もしっかり、まあ、どっか一回で、一回勝てれば平均点理論的に、まあ、トータル的に見たら、他の周りのポケモン実況者勢がそんな強くないんで、まあ、チームの平均点を底上げ、ちょ、やめて、やめて、スプリッピーさん。赤コーラ持ってるんだけど、怖いって。ちょ、ある程度距離置いて、うわ、アイテム2個取れんかったけど、赤コーラ前に投げてくれたから、まあ、そう、こぼれ玉を拾っていくみたいな。バケーム持って、あ、うめえ！うまい！今完全に2枚抜きしましたからね。ここアイテム、2個取れっかな？ 2 個取れる、キノコとか欲しいっすよね。これ、あゆみさんにぶつけて、まあ、ここドーナツの穴抜けてって、オッケー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 。ビクゾー先生は今3位ぐらいで結構調子いいんでね。まあ、この感じで、ブイーン！てか赤コーラ持ってなかった今。いや、持ってるよ、赤コーラ。ちょ、投げないで、お願いお願い。ちょ、平和に行こう、平和に。投げない、投げないで。それ、ちょ、自分のさ、保身のために、攻めるために使わないでくれよまあ、ちょ、やばいなやばいな、もう何がやばいかって、まあ、みんな薄々気づいてると思うんですけど、まあ、特に、ちょ、
トゲこれ投げていいっすね。いや、ビクゾーさん確か悪い字使ってるんで、ここ多分トゲ投げてよくて、まあ良かった場面で、ビクゾー先生も DM で教えてくれてた。トゲは投げていいか、投げちゃダメか迷った時は構わず投げてくださいって。ただ、悪い字使ってる人がそんないないから、ちゃんとね、味方に攻撃したいように、味方にだけは絶対に攻撃しちゃいかんぞ。キノコがいっぱい出てきたけど、僕の順位は11位と。まあ、ちょっとまずいことになってますね。ちょ、まずい。ブーストして、キラー持ってるから、引かれないように、別のルート行きつつ、これキラー出てくんないっすか？出ないときつくない？あ、てか、もうゴールしそうな人いんじゃん。ドンキーやばいな。もう何がやばいかって、別に見どころがないっていうね。上位に、おい！あいつマジ殺す！あいつマジ殺すからな、今後の。12位はまずいって !12 位はまずいって！ああ、ああ、結局俺は足を引っ張ることしかできないんだよ。メシアにはなれない。ビクゾー先生の救世主にはなれない。殺されても文句言えねえ。はい。第3グランプリ。第3レース目。てか僕の点数5点ってやばくないですか？え？あの、合計得点でも僕最下位なんだけど。大丈夫？何のためにさ、マリオカート生放送をさ、まあ、2ヶ月間の間やってきたろ。何の成果も得られてないんだけど。ちょ。まずいって、このままだと引退しないと、責任取って引退しないといけなくなっちゃうからさ、やばいって。このコースはギア上がりますね。なんか爽快感あるよな、このコース。まあ、色合いもいいし、なんかスピード感もあるし、まあ、BGM もいいと。3拍子揃ってるんで、まあ、3拍子揃ってたところで勝てなかったら意味ないんだけどね。ここはこっち行って、まあ、今のところ悪くない。悪くない、カッコ7位。これシャシャるか。シャシャって、おい！トリッピーさんさっきから俺なんかした？トリッピーさんに。さっきからめっちゃ攻撃してくるんだけど。トリッピーさん。嫌われてるわ、確実に。3回ぐらい一緒に会ってね、遊んだことあると思う。9位。ここね、いけるんですよ、俺。いや、ここビクゾーさんの動画見て飛べるようになってから、甘えてキノコ使うけど。甘えてキノコ使うけど、ビクゾーさんのおかげで飛べました。6位か。で、まあ、しっかりと、コーラやばい、コーラやばい。アイテム取れなかったんだけど、2個欲張って取りに行こうとした結果、1個も、2頭を追うものは1頭を追えずっていうことわざがあるようにね。欲張った結果、こういうことになってしまったと。サンダー。偉くない？さっきのキラー使ってた人。あ、でもトゲゾーの位置的に1位があそこだから、ちょ、待って。いや、今チキった。今2個アイテム取りに行けた場面だったけど、完全にチキった。いや、待って。コーラを、いや、オッケー、投げれる。投げて、2個取って、あれ、なんか当たんなかった。ただ、ここは、ライン薄せ。は、マリオカートできてるから、マリオカート走ってるから、走行中に携帯電話触れないんで、使われるんで。ここ、いや、でもいいんじゃない？ 4 位だったら、まあ、いや、待って。やばいってこれさあ、で、今誰抜いた？ビクゾーさんだったらまあいいや。まあ、さ、いや、コーラ最後さ、シャシャって前に投げちゃったけど、まあ、結果的には悪くない。いや、オッケー、救ってるよ？救ってるよ？ラストレースに全てかける。はい、まあ、この大会中、正真正銘の、まあ、ラストレースですね。まあ、今のところ、合計、いや、ビクゾーさんやばいな。てか、今回のレース結構点数詰まってない。なんか、ぶっちぎりの1位の人いないから、ワンチャン1位狙えるし、まあ、このレースで、まあ、信じてくれ。俺を信じて、ついてきてほしい。対戦よろしくお願いします。ラストレース。参加者の皆さん、すべての、マリオカート制作主人、そして誘ってくれた、参加してくれてる、すべての参加者に、そして僕の動画の視聴者すべてに感謝を込めて、このレース全身全霊を持って、走らせていただきましょう。電車には当たります。あ、電車には当たります。はい。当たりますと。はい。あれ、これまずくないっすか？8位か。まあ、1周目なんで、まだそんな焦る必要はなくて、赤コーラがついてきてる雰囲気あったけど、なんとか逃れて、7位か。いや、5位以上取りたいよな。せめて。ここは、アイテム、キノコあれば、まあ、ここは、まあ、切れるんで、しっかり内側通ってて、オッケーって、前が赤コーラ持ってるんで、緑コーラで消滅させようとしたけど、スナイプ力が低すぎて1個またなんと。まあ、トゲゾーはしっかり避けて、当たっていくファイヤーボール当たっていく、オッケー、まあ、悪くない。ビクゾーさん今何位ぐらいだ？どこ走ってんだろう？悪い字だから。いや、結構まだ後ろの方か。ボブもしっかり投げていき、完全に爆弾魔になってる。このレースの爆弾の所有権を滑る。あーい終わった
全て崩れ去った。アイテム欲しい。11位、イレブンではない日本人だ。ちょ、ここバナナ1個しょぼいな。12位なんだけど待って、しかもビクゾンさん11位じゃん。これやばいって、これやばいってやばいって、あ、やばい、俺が救わないとスター絶対当たんないようにして、電車にも当たんないようにしたりするけど、壁に当たってくよ。電車にも当たるよ壁。あれ、これ終わった。ちょ、来い、なんか頼む。ちょ、チンパン8使って、サムライ8使って、ちょ、なんかサンダー来い、今しかねえ。ちょ、飛ばせ。よし、来た。あるある、ワンチャンゴール前のないです。あれ、7位だから結構思ったより順位上がってるな。ワンあるんじゃないですか、これ。ビクゾーさんもなんか3位とかいう思ったより高い順位上げ、取ってるんで。うわ、あーでも、きつい。6位と8位だと。いや、点数詰まってるから、上の方も。これ 1.5 倍したら、ワンチャンありそうな雰囲気あるけど、ちょ、結果、表示されるまで楽しみにしておきましょう。はい、ということで、全レース終わった後の得点がこちらになりました。我々のチームはね、2位になってしまったんですが、まあ、ビクゾーさんをね、攻めることはできないですね。まあ、1グランプリ目と2グランプリ目ね、1位取ってくれてるにもかかわらず、俺が足を引っ張りすぎたせいで2位と。もうちょっと頑張れてたらね、まあ、最終的にも1位慣れてたんで、殴られても、まあ、ビクゾーさんに殴られてもおかしくないと。まあ、ただ、この下のザコってか、もうポケモン実況者勢の中だと、まあ、トリッピーさんがね、124でぶっちぎりなんですけど、まあ、僕86でね、まあ、実質2位なんですよ。で、あゆみんさんが80かな、これ66なんですけど、あの 29.5 倍にしたら80で、まあ、実質2位なんで、まあまあ、頑張れたかなと。あーすね。ということでね、次、いつマリオカートすることになるかわからないですけど、またやる機会があれば、皆さんよろしくお願いします。バイバイ。